Fight!
最後までご視聴ありがとうございました。今回の企画はですね、普段と違う戦型でやったらどんなプレイが出るのかっていうことを、検証させていただいたんですけども、前回出した動画でですね、僕自身のペンホルダー対浅沼コーチのペンホルダーで、対戦しまして、そして、今回今日出した動画は僕のペンホルダー対浅沼コーチの戦型カットっていう形でですね、対戦したんですけども、ここで、新しい発見が一つだけございまして、僕自身がペンホルダー握った場合、なぜかですね、フォアドライブで攻める展開が多くなりつつも、普段自分の足が動かない足がとても動いたんですよ。これは本当に嬉しい発見の一つでございまして、なぜ動いたかと言いますと、僕自身ペンで握った場合全然パッとできないんですよ。勝負だって全然入らない。だから、フォアドライブ攻めるチャンスないなと思ったんで、何が何でもですね、自分がサーブ持ったら、相手にレシーブされたものに対して全部フルスイングでフォアドライブ畳みかける。そして、レシーブした時にガツンついて持ち上げさせておいて、それを狙っていくフォアで。そういう意思を置くだけですごい展開がガラリ変わったんですよ。で、やっぱり自分の戦型は、右シェイク比べると前陣速攻、バック対バックでガンガンやって、チャンスが来たらフォアドライブでフルスイングでガツンってやって、ジョーレ、フーってかいう、戦型なんですけども、来月ですね、全日本卓球選手権の大事な大会がございますのでですね、展開がもし向かなかった時に、自分はもうペンホルダーだよって割り切っちゃう。そうすると、展開がガラリ変わって、自分の戦型も変わるわけなんで、だそういうのも、戦術の一つとして、取り入れていけたらなと思っております。なかなかと喋ってますね、ラチは開かないので、ちょっとですね、今日は、浅沼コーチに2連勝をしたということで、こちらのですね、高知県産の芋けんぴ、これを食べて締めていきたいと思います。これはですね、岸川聖也卓球スクールさんの生徒さんから、お土産でいただいたものなので美味しくいただきたいなと思います。それではですね、食べていきます。あ、これハサミはダメなのかな。あれ、あ、これハサミはダメだ。開かないので、はい、ご視聴ありがとうございました。嘘でしょ。感想は感想はって普通にびっくりする。感想はもう普通にびっくりした。